たとえ私が死んでも歌は死なない。私、ハルト君が好きです。俺はもう逃げたりしない。この戦いを終わらせるまで俺は飛ぶ。おーい、お待たせ。みんなが呼んでくれるならいつだって奇跡は起きるの。行くわよ、ライカちゃん。はい、シェリフさん。私たちの歌を聴け。お前の気持ちに応えられなくてごめんな。だけどありがとう。劇場版マクロスフロンティアが豪華ブルーレイ &DVD ボックスになって登場。ディスク1偽りの歌姫には劇場公開時に上映されていたイントロパート収録。ディスク2さよならの翼のエンディングにはシュリスタ新規制作ライブムービーを収録。この映像が見られるのはシュリスタボックスだけ。さらにもう一枚、ディスク3プロジェクトフロンティアアルティメットハイブリッドディスク。プレイステーション3で見られるプレイビュー、劇場版マクロスフロンティアデジタルアーカイブス、そしてマクロスフロンティア映像ヒストリア、新作映像を含む超ボリューム250分を超える特別映像。さらに A4 サイズの大判で収録した設定美術原画集は200ページ以上の大ボリューム。同じく A4 サイズの半径イラスト集、フルカラー100ページ以上の超豪華仕様。ディスク3枚と2冊の超豪華本がセットになった数量限定生産品、劇場版マクロスフロンティア30周年シュリスタボックス、ブルーレイと DVD で5月15日発売。この商品は数量限定生産です。必ず手に入れるなら今すぐ予約を。